岩倉城は、鳥取県倉吉市岩倉にある、中世の日本の城跡、標高247メートルの岩倉山に所在し、岩倉山城とも記される。鎌倉時代に、コカモシにより築城され、コカモシ歴代の巨城と伝わる。コカモシは少なくとも、平安時代末期にまで遡る一族であり、古代は、法規国画の在庁官人を務め、助を名乗る家柄であった。 鎌倉、室町と代々守護大を務め、室町時代には守護、山梨の下で徴用されたが、山梨衰退と同時に、勢力も衰えていった。大英四年、甘氏の放棄国侵攻により落城。英六五年、毛利氏を頼った小鹿氏は給料を回復し、南城市の家臣団に組み込まれた。その前後に、南城宗勝の次男、南城元清が家督を継承したとみられる。 しかし、天正7年、小鴨元清は、実刑の南条元償と共に、毛利氏より藩死を出しに帰属。毛利氏は、吉川元長を派遣し、圧倒的な軍勢を持って岩倉城に攻撃を仕掛けたが、南条氏らの協力を得て、これを退けた。しかし、毛利氏の包囲は狭められ、攻撃も一段と激しくなり、天正10年9月から10月にかけて落城した。 城主、小鴨元清は、南城元津倉東京都もしくは万州に逃れたとされる。天正12年頃にかけて、いわゆる軽芸和僕により、城を回復したとみられるが、その後の詳細は不明である。慶長5年の関ヶ原の戦いで主家の南城氏が、西軍に属し、改役されたことにより、廃城となった。法紀民ことわざきによると、永六十二年、 甘子勝久良甘子最高軍に、天正八年、吉川元春に、同十年、吉川元長に攻められる、激戦地となった。中村はじめ中の米子城時代に廃城となり、城下の人たちが米子に移住したところが、岩倉町である。ありがとうございます。